1 5 0 0系電車は、豊橋鉄道に在籍する、東田本線用路面電車車両である。元は、戸田柄川線にて使用されていた7000型で、1992年と2000年に2両ずつ、入線した。本形式、豊橋鉄道も3500型となったのは、東京都交通局7000系である。 7000型は1953年から1956年にかけて93両が製造され、都電で広く利用された。都電の老船縮小とともに1967年から廃車が始まり、都電で唯一存続した荒川線用に1955年から翌年にかけて製造された最終増備グループの中から31両が残された。 荒川線にて1978年4月より全面ワンマン運転を行うにあたり製造から20年が過ぎて車体の痛みが見られる7000型については車体のみ心臓し台車、手電動機制御装置、空気圧縮機、電動発電機などの機器は再利用するという形でワンマンカー改造を行う方針が立てられた大型の全面窓と 直線的なデザインが特徴的な新車体はアルネ後期にて製造され、1977年11月から翌1978年3月にかけて全31両の更新が完成した。この改造に際し、従前の車両番号7055から7089が若い順に7001から7031へと整理されている。 更新後の7000型については1987年より冷房化工事が始まったが31両のうち6両には施行されず1991年から1993年にかけて廃車されたそのうち1992年6月に廃車となった7 0 9 7 0 2 8の2両については東田本線の車両近代化を図るべく 豊橋鉄道が購入した。25両の冷房車についても、1999年になると廃車が生じ、4月に7017.7021の2両が廃車された。この2両についても、冷房化推進を目的として、豊橋鉄道が購入した。こうして、7 0 0 0系のうち7009.70177021.7028の4両が、 豊橋鉄道、東田本線へ転出していった。豊橋鉄道における、形式名は、も3500系で、車両番号は一時車7 0 9 7 0 2 8二次車7017.7021の順に3501から3504に、改められた。入線に際し、赤岩口の自社工場で、期間変更。 ドア移設とステップ設置という東田本線仕様に改める工事が施行された。また、都電時代に冷房化されていなかった一時車については、冷房化も同時に施行されている。豊橋鉄道における春行日は3501.3502が1992年12月20日付350、3503。 が2000年3月1日付、3504が同年2月21日付である。D-20A 型台車運転台。左手に主管制御器、右手にブレーキ弁を配置。NC-170 系制御器のノッチ数は、立行7、電線7。台車は、揺れ枕を持つスイングハンガー方式のコイルバネ台車、D、D-20A 型を装着する。 メーカーは日本車両製造、または近畿車両。本来は、機関1 3 7 2ト、mm、ルの台車であるが、豊橋鉄道線の機関は1 0 6 7ト、mm、ルのため、入線にあたり軸首の長い車軸が新造され、車輪をはめ替え取り付けられた。都電時代の主電動機は、日本車両製造製、出力6 0ットの NE-60A 型2機で、 あったが、期間変更で寸法が合わなくなり、出力 37.3kW の TB-28A 型に交換された。この主電動機は、豊橋鉄道にあった手持ち品で、他にも3100型も使用する。メーカーは、新興電機、駆動方式は吊り掛け駆動方式による。なお制御装置は、日本車両製造製 NC-170K。 関節肘動式制御機で変更はなく、2台の種、電動機を抵抗制御方式で制御する。ブレーキは、保安ブレーキ付き SM-3 直通ブレーキを用いる。都電荒川線は停留場ホームの傘上げ工事を施行済みのため、都電時代の本形式には、ドアステップが設置されておらず、車内の床面高さは、 レール面上7 6センチメートルの均一であった。ホームかさ上げ工事西湖の豊橋鉄道線で、使用するにはステップが必須であることから、入線にあたりステップ設置工事が施行されている。本形式のドア配置は前、中の片側2箇所ずつで、進行方向左手では、車体前方と中央部跡より、右手では、車体後方と中央部前よりになる。 このうち前ドアは、原型では引き戸であるが、バス用の2枚折戸に改造された。また、中央ドアは、引き戸のままであるが、そのままの位置でステップを設置すると台車と干渉する、ことから、窓1枚分前よりに移設された。このため、側面客室部分の窓配置が、原型のドア間5枚、ドア後方3枚から、ドア間、ドア後方ともに4枚ずつに変わっている。前、 中ドアともにステップは、レール面上 40cm の位置にあり、車内床面との間に2段の段差がある。ステップを新設するため、ドアの上下寸法は 180cm から 216cm に拡大した。一方、ドア幅は前ドア 90cm、中ドア 110cm で変化はない。ドア移設の一方、 ドア間のロングシートはもともと窓4枚分の長さであり、動かされていない。また、ロングシートの反対側に2脚ずつ、クロスシートが配置されている点も変わらない。定員は90人。3502の Z 型パンタグラフ3501.3502の一次車2両については、入線時に冷房化改造も施行された。搭載された装置は、 豊橋鉄道での標準品である三菱電機製 CU77A 型集中式冷房装置であり、屋根上に1台ずつ設置されている。冷房能力は2万1000キロカロリー毎時。同時に、冷房化には向かないため、終電装置がビューゲルから Z 型パンタグラフへと換装された。3503.3504の二次車二両については、 都電時代の1987年11月、または1989年12月に冷房化を、試行済みであった。冷房装置は、CU771 型と異なるが、冷房能力は2万1000キロカロリーと同等。都電の冷房車は、菱型パンタグラフを採用していたが、豊橋鉄道入線時にこれも、Z 型パンタグラフに換装されている。 したがって、一時車と二時車の違いは、都電での冷房火事に改造された、正面窓周りと、車内天井部に見られる程度である。3503方向幕 LED 化後の3501一時車3501.3502の2両は1992年8月1日に、豊橋鉄道の赤岩口車庫へと搬入され、同年12月24日より、 豊橋鉄道での運行を開始した。これに伴い、旧型車も3100型が一両廃車となった。運行開始時の塗装は、3500がアイボリー位置に、濃淡力の帯を配する都電7000系、冷房改造車に準じた、車体塗装で、帯には、ウェルカム2豊橋の一文が記載されていた。3500には、広告塗装への変更を前提とした。 側面創価の黄緑の帯や文字を省いた塗装で登場し、1993年7月から広告者となった。3501は1994年10月13日より、公募で選ばれたメリーゴーラウンドをイメージした開業70周年記念塗装で運転を開始。さらに、1996年1月からは全面広告者に変わった。 3,502についても、1995年7月から、全面広告者となっている。二次車3,503.3504の2両は、1999年8月20日に、赤岩口車庫へ搬入され、3,504が、翌2000年2月21日より、3,503が、同年3月1日より、それぞれ、豊橋鉄道での運行を開始した。 この装備で非冷房車で残っていたも3300系2両が置き換えられ、レトロ電車のも3700系1両を除いた全14両の冷房化が完成した。2両とも当初から全面広告車であり、運行開始時は3503はカスタムハウジングコーポレーション、3504は名鉄グループの広告が施されていた。 2018年4月1日時点における広告スポンサーは以下の通り。塗装以外の変更点を挙げると2011年2月11日の IC カード乗車券、マニカ運用開始に伴い IC カード対応運賃箱や旅客案内ディスプレイが車内に設置された。また3501.3504の二両については2017年3月に全面。 側面設置の行き先表示器が LED 式に変更された。雑誌記事書籍。ありがとうございます。